高川学園高等学校、中学校は山口県防府市大和座大道に所在しなが一貫教育を提供する私立高等学校、中学校である。設置者は学校法人山口高川学園。旧称はたたら学園高等学校。前身は1878年に吉木郡山口町に創立された総統州山口専門学士校。 総統州の西日本における、教家、僧侶養成機関としての役割を果たしていた。1948年、新生高等学校制度の施行に伴い、たたら学園高等学校に改称1956年、独立の学校法人に改装。普通科全日制の男子校として整備された。たたら学園高等学校となってからも、 理事の過半数は、相当州の僧侶によって占められ、相当州の僧侶養成機関としての機能を引き続き、有した。仏教専修科に所属し、規律に従った、寮生活を送った生徒は、僧道におけるものに準ずる、修行歴を取得した。2004年、法府市大堂へ高知を移転し、男女教学となったが、移転に伴う、資金計画に問題があり、経営難に陥る。 2005年に私立高等学校を経営する学校法人としては初めて民事再生法の適用を申請し、徳島市を拠点に予備校を経営する高川が債権者となり経営を譲渡された。2006年9月、現在の法人名、公名に解消した。スポーツに力を入れており、全国高等学校サッカー選手権大会。 全日本バレーボール高等学校選手権大会の常連校として知られる。野球部も春夏の甲子園に出場経験がある。たたら学園休校舎2017年、休校舎は一部が部室に改装され、跡地は人工芝第二グランドとして活用。ありがとうございます。